橋本へ、橋本には小牧、エチェニケのピック、ピックアンドロール、エチェニケ、ゴール下決めていきました。ファーストポイントは柳川が決まっています。クロックが短くなる中決めた柳川のスリーポイント。柳川斜め45度の突破、そこからキックアウトパス、コーナーから今度はドライブ、ウト、コーナーを狙うがならず自ら放つ。1クォーターは残り2分を切っています。ファールが2つになっていますが、藤沢はそのままコートに立ち続けている。菅野からワーススミス、切れ込みました、ペイントエリア。板橋も激しくつくが、ナイスパス、エチェニケ、ゴール下決めていきました。これで同点、そしてブザー、1クォーター終了。鈴木土屋がコートに立っています。ハレルソンから中通って橋本、さらにワース・スミス、ダブルクラッチ、躍動します。ワース・スミス、三森が入ってきています。さあジェームス、ジェームス決めた。非常に切れ味鋭いスピンムーブからします。イブシギンの守備、しかしここは村上スクープショット、さらにはエチェニケ、 M1、ここからムボジ、テイク一つ挟んで決めました、シェイクムボジ。土屋、土屋のショートコーナーからのミドル、エチェニケ、カンノ、トップからスリーポイント、村上、村上、村上、エチェニケ、残り 6.7 秒、福島リード、タイムアウトなら。そしてウト、ウトか、ウトのドライブか、ウト、ウト直樹、残り 3.5 秒、フロントから始めます。村上の前に立ちはだかる三森、ボールを入れさせまいと立ちはだかる、ロブパスがゴール下に入った、いやー、ハレルソン、バスケカウント、ゴール下へのロブパス、ハレルソンのフリースロー落ちた、 2.3 秒、試合終了、76対77。